もう映せてる、うん、あなた映すの入ってる、はい、こんにちは、こんにちは、京都女性漢方松宮局漢方薬剤師心理カウンセラー梅崎真由美です、うん、ではカメラマンは母親です、いきます。今日はね、ここです、はい、この鼻がおしゃれじゃな不織布、うん、そして個包装、うん、ドアップでちょっと映せますか、綺麗なお花の殻、今日の撮影は5月の6日ですけど、もうすぐ母の日ですね。母の日のプレゼントに今日もお客様がなんかお母さんにあげますとか言って買って帰られた方あります。バラのお花とかもありますし、これが今のところ一番よく売れてるかな、すごく可愛いですね。あとまだまだあります。これはね、10枚セットで350円、先ほどの1枚個包装なんと40円です。好きな選んでください。でこのいろんな花柄、これね、詰め合わせセット、柄はもう自由なので何でもいいから、いろんな欲しかったら10枚選んでください。これは10枚で350円ということは、よく考えましたら1枚40円を10枚買うと400円なんだけど、好きなんでも適当に混ぜたんでよかったら50円安くなってます。350円です。さっき、ふんってちょっとマスク屋さんかいな。ほんで、さっき、私の母はこの柄買ったの、うん、なんかこれ買ったらしいよ、またよかったら見せてね。あ、で、私はどれにしようかな、どれが似合うかな、どれ使いましょう。これあんまりない、おしゃれ、これしとこか、これかわいいね、これか、ちょっとはめてみましょうか。ちょっとカメラがえらく下になってるよ。あ、はい、じゃあお客様、はい、じゃあ私が、はい、はい、では私が撮ります。あ、これありがとうございます。母親がちょっと撮ってくれなかったんで私が撮ります。それではマスクをはめましょう。片手ではめられるかな、こんな感じ。これとはい、花柄のマスクです。こんな感じです。よかったらまた皆さん来てください。お待ちしています。